サンタさんを作ります。赤い折り紙を裏返して白が中になるように上と下の角と角を合わせて三角に折ります。広げて今の折り筋に合わせて細長い三角ですね、片方尖らせましょう。両方からぴったり合わせてスッと三角に折りましょう。上と下の角と角を合わせて半分に折ります。裏返してお顔を折ります。お顔は折り下げますが、この白い三角形の大きさがお顔になるので、ちっちゃく折るとちっちゃなサンタさんに、大きく折ると大きな顔のサンタさんになります。裏返してこの縁に合わせて折りましょう。両方一緒です。もう一度裏返して、帽子は少し斜めに折ってあげましょう。はい、これでサンタさん出来上がりました。